皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちらは、東京は東銀座の近くにあります、築地にねちょっと行ってきまして、そこの映像をね、今見てもらっていますが、この日ですね、東京はその雨が降って出まして、なかなかねちょっとこう撮影が難しかったんで、今回はDJI の、オズモアクション4、これね PGY テックの先日紹介したネックマウント、これをつけてね、ちょっとこの築地ですけども歩いていきたいと思います。ちょうどこの映像を撮った前の日ですかね、横浜の CB プラス行ってまして、まあちょうどこの日帰るんですけども、まだ時間がね空いてましたので、まあ友達とちょっと会いまして、でその友達がね東銀座の近くに、いましたので、まあねその後別れてちょっと築地を歩いている感じです。いやしかしですね、築地すごいです、人ですね。でこれね、友達にこんな混んでるけどなんかお祭りかなんかだのって聞いたら、これが普通だよって言われて、もう普通でこれだけの人がねもう日常的に歩いてるでちょっとびっくり、はい、しました。で大体ねその歩いてる方々のその声って言いますか、その言語を聞くと、まあ海外の観光客の方なんだなっていうのはわかるんですけども、それにしたってね、この雨降っててなかなかちょっとこうね天候に恵まれず、しかもこの日はですね、すごい東京寒くて、確か気温が5度くらいしかなかったのかな、めちゃくちゃ寒かったんですよ。でそれなのに、まあ、これだけ人がねたくさん集まってるということでね、かなりびっくりしながら、はい、歩いていました。でこういったね築地ってで、まあ、その、僕は北海道の函館出身なんで、朝市とかもあるんですけども、いや、朝市でもこんなにね、混んでいる、ことあったかなっていう、まあ、港祭りとかあったら、多少人、まあ、集まるかなとか思ったんですけど、それにしたってね、平日の雨降って、しかも気温が低いっていう、非常にこう、コンディションの悪い中で、これですからね、もう、もしこれで、天気が良くて暖かかったら、どれだけ人がね、集まったのかと、はい、思っています。で今回築地はねブラッと歩いてみたんですが、まあ、やっぱり並んでるお店は海産物系が多いですかね。まあ、ただ価格を見るとおっていう感じでね、いやーこれはねそうですね、気軽に手が出せませんね。まあ、やっぱりこう円安が響いておりましてね、その海外の観光客の方からすると、まあ、結構お買い得感とかこうね、安いのかなって思うんですけども、日本のね、その円を使う、まあ、僕らからすると、いや、なかなかの、価格ですね。そしてね、この寿司三昧の社長が元気にこう、今日も店先に立ちまして、あのポーズでね、まあ、お客さんを呼んでるという。で、寿司三昧も、なんて言いましたっけ？回る寿司三昧でしたっけ？その回転寿司がね、近くの店舗にあったんですけども、まあ回転寿司といえども、ちょっと気軽には入れないような感じの、価格でした。まあ言うとやっぱりこう銀座ですからね。なかなかお値段は強気な感じが、はい、します。で、海産物系以外はですね、牛肉をなんか押していると言いますか、その牛串とか、串物がわりかし多い印象でした。まあやっぱりこれも立ち食いと言いますかね、お祭りの縁日じゃないですけども、そんな感じで食べることを、まあ、想定しているんでしょうか。で、まあ、僕がねちょうどこの築地に行ったのはもうお昼ちょっと過ぎたくらいなんですけども、ここって結構早いうちに閉まっちゃうんですね。なんでもうほぼほぼ僕がこう歩いている時には、もうお店はねぼちぼち閉まってってたんですけども、で広さ的にはねそこまで広いわけではないので、まあ30分1時間もあれば全然余裕でね、全体、見て回れます。外側ぐるっと一周して中身こうぐるっと一周するくらいですかね。まあその外側の方にはアーケード街じゃないですけども屋根もあるんでね、まあそこは雨降っても全然大丈夫なんですが、まあ今回みたいにちょっと雨降った時はねこの内側の方を傘さして歩くと、まあ結構狭くなってしまうんで、まあここはそうですね、なかなか、まあ、歩くのは大変なんですけども、まあカッパとかね、着て歩くといいかもしれません。で今回ね手持ちではなくてこの胸の方にまあカメラつけて歩いたんですけども、まあちょっとこれはあれですね、人の背中しか見えないというか、まあ結構ねそのね人たくさんいたんでしゃあないっちゃしゃあないですけども、あこれもしかして手持ちの方が良かったかなっていう、まあでも片手ねちょっと傘で埋まってしまいましたしね、まあ手持ちでも良かったんですけども、まあ、ちょっと今回はアクション4は胸につけてチェストマウントしましたけど、こういった時には手持ちの方が、はい、良かったかと思います。まあまあそれでもそのこの場所にいる感覚といいますか、ちょうど僕がね見ていたこう、視点というのはみんなと共有でき
ってるんで、まあ、だいたいねこんな感じでした。ほぼほぼね人の頭か背中しか見えないっていう、まあ、横の方にずれれば、まあ、こういうもの売ってるかなってのは見えるんですけど、さあ皆さんはね築地とかって行ったことあるでしょうか。まあ、結構その動画見てくれてる方、関東の方とかもね多かったんで、多分行ったことある人多いと思うんですが、まあ、地元の人はやっぱりほとんど行かないって聞きましたね。まあ、そうですよね。大体こういったところでその、ね、観光客の 人しか来ないっていうか、まあ、これ北海道の観光地もあるあるなんですけども、大体こういった感じの海産物系とかお土産とかガーッと売ってるアーケード街的なものって、まあ地元の人は確かにね来ないですね。うん、大体あの地元の人はあのイオンとかで、あのもうちょっとこう お安いスーパーの方で買い物するんで、まあ、こっちは本当に、完全に観光に特化したっていう、感じでしょうか。はい、といった感じでね、ちょっと今回は動画短いですけども、ぐるっと、築地回ってきました。本当はですね、CP プラスの動画、もっと早く出したいんですけども、まあちょっとこっちがね、編集に手間取っておりまして、この編集しつつ、ちょっと他の動画もね、今並行していくつかやっていますので、もうちょっとだけね、CP プラスの動画、待ってください。とりあえずこの動画の、次くらいには、おそらく CP プラスラストの動画出せると思いますので、はい、今回ちょっとこう、箸休め的なね、東京のこの街のちょっと一角といいますか、築地を歩いてきました。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆さんも何かも参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こういった感じでいろんな観光地たくさん回っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。